緊急事態宣言が出された場合東京都はバーやカラオケなどの娯楽施設のほかに学習塾や居酒屋などにも基本的に休止を要請することが分かりました関係者によりますと国から緊急事態宣言が出された場合東京都は基本的に休止を要請する施設としてカラオケ、パチンコ店麻雀店などの娯楽施設 百貨店、ショッピングモールなどの商業施設、大学、専修学校や学習塾、体育館などの運動施設を挙げたほか、居酒屋や理髪店についても休止を要請するとしています。一方、これまでも外出自粛の対象ではなかった病院やスーパーマーケット、交通機関、銀行などは、感染防止対策の協力を要請した上で業務を継続とするということです。